新型コロナの影響などもあって、三重県警で試閲式が行われるのは4年ぶりとなります。生活安全部や地域部、警備部の警察官およそ200人と、白バイや覆面パトカー、機動隊のレスキュー車など、警察車両19台が行進を披露しました。昨日新しく着任した難波雅樹本部長は訓示で、新型コロナ収束後を見据えた各種取り組みを推進し、G7 三重伊勢志摩交通大臣会合の警備に向けた取り組み、統一地方選挙の取り締まりなど、山積する課題に対し、総力を挙げ取り組んでいく必要があると述べました。